はい、こんにちは。先日いただいたキュウリ、はい、ちょっとパン屋さんに企画としてあのキュウリを使ったものを楽しみだなー。あー、すごい。崩れてなかった。わー、すごい。そうか、なにこれ、すごい。これあれです。なんだっけ、東京ゴールド？東京ゴールド。あ、でね、緑のはね、うん、パン屋さんでちょっと色合いが黄色だけだとあれだからって言って、うん、ご自宅で。綺麗だね。これデニッシュ。基本はデニッシュなんですけど。はいはい。ケーキみたいですね。そう。いや、ケーキよりすごい。ねえ。ふわふわしてるか。ケーキあるあのね。あ、中にも入ってるのかな、そうじゃないの。これ、あれだね、ケーキよりいいね。じゃあ、このゴールドが、はい、ね、いっぱい乗っているところから、ね、うわー綺麗、あ、クリームが美味しそう、大好きなんだな、こういうの舐めちゃうかな、うん、どう、うん、じゃあ私も言葉にならないから、このクリームとのマッチング、いただきます。うん、甘い、うん、おいしい、もう飲み込めないね、もったいなくて、うん、パンもふわふわ、嫁に出した娘は可愛い孫を産んでくれたからね、本当にね、みんなたくさん使ってあるっていうのがいいよねみんなちっちゃいのがちょこっと乗ってるぐらいじゃないですか。そう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 、あとはもう加工しちゃってね、うん、ジャムにして、そうそう、するとジャムだと砂糖いっぱい使ってあるから、キュウリの甘さって分かんないんですよね。これほら、なんだろう、栄養のバランスの面から言っても、ね、果物がこれだけ入ってるっていうことは、これで果物、ね、キュウリをこれだったらね、1個分ぐらい食べるわけだからさ、うん、これいいな、これくらい、もっと大きくてもいいくらいだな、ね、キュウリが。だって周りすごくいいマッチングしてるじゃない、ね、やっぱり程よい酸味と、キュウリを引き立たせるための工夫としてどうしたらいいかっていうのすごく悩んでて、うん、いやもう本当私自身はもうね、我々は大満足ですよね。あ、本当ですか、ぜひとお伝えくださいよ、それ、これ見てもらいます